近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。体の中を食い尽くすって聞いた。だから血を吐くんだね。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。ぐずぐず動くな。ここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐに。今の見ました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
女の獣がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここならハサミ撃ちにできる。隠れよ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。お前ら集まれ。足に急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。言うな。まさかあいつが向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても冷やりの良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って冷やりを奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。援軍が向かっておるぞ。
ザハルタ。リカワの戦士も一緒だ。やっと分かった。あんたクロードだ。だが名前より大きいと聞いたぞ。今は戦え。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。上学に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつら、ただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。酒井様。ケンジ、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので、わかりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてから、どこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。
猛虎にやる食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あし？あなた？お前と俺といつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。おでけん、たるけんたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター、モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァツ、モルピクニクボルソン。開いた。まさかうまくいくとはな。Sen nere amarsa handan çarpartıla. Hala huy huy. Just ready. られ助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って、藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。